ジョージ・ジョン・ミッチル・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、実業家、法律家、合衆国上院議員、上院では、多数党院内総務を務めた、ウォルト・ディズニー・カンパニーの取締役会会長、マロン,ンレ令カトリック協会の信徒、メイン州、ウォータービル出身、16歳で高校を卒業した後、ボーリン大学で学び、 大学卒業後は合衆国陸軍防御部隊の中尉として西ドイツのベルリンに駐留した。ジョージタウン大学ローセンターの夜間プログラムに通い、1961年に優秀な成績で卒業。合衆国司法省の法廷弁護士を務めた後にメイン州地区連邦地方裁判所の判事を半年ほど務め、1980年に合衆国上院議員に初選出された。 米津大学名誉法学博士。上院議員時代は上院多数党員内総務として1990年の障害者法成立、1993年の北米自由貿易協定批准に尽力。政治的傾向は民主党の中でも急進的なリベラル派として知られていた。ビル・クリントン政権下で北アイルランド特使を務め、北アイルランド和平プロセスでは、 交渉に関わる、核勢力に対して守るべき6つの非武装の基本原則を示し、1998年4月10日のベリファスト合意成立に主導的な役割を果たした。この功績が称えられ、1999年3月17日に大統領自由勲章を授与された。同年に大英帝国勲章第1位、ナイトグランドクロスも授与されている。また、 MLB コミッショナーのバドセリングからの依頼を受けて、ミッチェル報告書と呼ばれる MLB でのアナボリックステイロイド使用の実態調査報告書を作成し、2007年12月13日に発表した。ミッチェルはボストンレッドソックスのフロントを務めており、レッドソックス所属選手の名前が一人も上がっていなかったことから報告書の信憑性には疑問が残された。バラク・オバマ政権下では、 中東特使を務めたが、中東和平プロセスでは目立つ成果を残すことができなかった。http www.google.com ハーステッドニズ AFP アーティクルアレックムゴヒ m 8ム8 a 6 v 7ザカグタッチ74ユークブイスラエルのエフードバラック国防相と会見するミッチェル特使ありがとうございます。